ホジャズバンド部ビッグフレンドリージャズオーケストラの皆さんです。もうねファンの方ここを楽しみに今日で駆けつけましたよという方たくさんいらっしゃるかと思いますが、改めてご紹介をさせていただきます。あの映画スイングガールズのモデルとして知られる高砂高校ジャズバンド部は1965年吹奏楽部として創部、1974年からジャズバンド部として活動をスタート。バンド名のビッグフレンドリージャズオーケストラの名付け親はジャズクラリネット奏者でいらっしゃいます北村英二氏が名付け親。年間約40のステージをはじめ、チチンプイプイ、アホやねん好きやねん、題名のない音楽会、エイトボ関西といった多くのテレビラジオ番組への出演のほか、数々の素晴らしい演奏家の皆さんとの貴重な共演機会も得ながら幅広く活動を展開。毎年8月神戸で開催の中学生高校生によりますビッグバンドジャズの全国大会ジャパンスチューデントジャズフェスティバル、こちらでは5年連続グランプリを受賞していらっしゃいます。それではですね、キュートなサンタクロースがたくさん本日のステージに遊びに駆けつけてきてくれました。高校生ならではの元気いっぱいのステージと、一方で高校生とは思えないハイレベルで魅力いっぱいのジャズサウンド、皆さん最後の最後までごゆっくりお楽しみいただきたいと思います。お届けいたします、高砂高等学校ジャズバンド部ビッグフレンドリージャズオーケストラの皆さん。